登録番号4947号、マニアナツミです。よろしくお願いします。自分がボートレーサーになりたいと思ったのが中学校からの夢で、ずっと怪我だったりとか視力だったりとかですごく目指してたのにも試験が受けれない状態が続いてて、やっと試験受けれるってなって受かって、で卒業、いざ自分が夢としてた目標のスタートラインに本当に立てたっていう気持ちですごい嬉しいのと、やっぱりこれからデビューするにあたってやっぱ分からないことが多くてすごい不安な気持ちもあるんですけど、しっかりと自分らしさで動いていって目標の達成からまたその上を行けるようにしっかりと頑張っていきたいなっていう気持ちです。中学校の頃にペアボート試乗会に連れて行ってもらったんですけど、その時に初めてボートレーサーっていう職業を知って、で自分がスポーツでちょっと結構男子とかに負けるのが悔しいって思うことがよくあって、でいろいろ調べた時に男女関係ないスポーツっていうことと、そのスピード感とかの迫力に魅了されて、この仕事を自分の仕事にしたいなっていう思いでこのレーサーを目指しました。知り合いの人に連れて行ってもらったんですけど、全く知らない状況でペアボートに行くよって言われて連れて行かれて、なんだろうっていう気持ちで行ったんですけど、2人乗りのボートに乗せていただいて、ですごいスピードの中旋回してる姿を見てかっこいいなと思いました。高校を卒業後に柔道整復師の資格を取るための専門学校に行きながら整骨院で研修の方をさせていただいて資格を取って、で、まあ、整骨院で仕事しながらボートの試験を目指したっていう形で4年間整骨院で仕事をさせていただいてました。高校の頃から行ってる整骨院で自分がボートを目指したいっていうことも院長にはもう伝えてて、やっぱ辞めてもらうと人手が足らなくなるからっていうこともあったんですけど、やっぱ夢を叶えるためにはやっぱ応援したいっていう気持ちを院長先生の方から言っていただいて、自分としても辞めるのはやっぱちょっと寂しいっていう、患者さんともすごい触れ合いとかもあるのですごい悲しい気持ちもあったんですけど、患者さんも同じ同僚とかの人もみんな応援してくれたので、そのためにもやっぱ夢を達成しなきゃいけないなっていう気持ちで頑張りました。自分がボートを目指したきっかけが、さっき言ったことと、レース自分がレースを見ていてすごい選手 の走りなどで勇気や希望をなんか辛い時とかに見たらもらえてたので、自分もそのようにファンの方などにレースを見て夢や希望を与えられるような選手になりたいなと思います。憧れとして大谷香織選手がすごい憧れで、やっぱり周りの人にもすごい親身に接したりとかしていて、そういう面も憧れますし、水面の上でもやっぱ強さってのもあるので憧れます。でまたそのボート初めて乗ったペアボートに乗せていただいた大上浩二さんもやっぱ強さもありますし、人としての関わりもすごいいい優しくて親身になってる 方なので、その点をしっかり自分も見習って選手としてやっていきたいなと思います。まずは B1 昇格なんですけど、女子王座がやっぱ女子の中ではトップになるので、その女子王座を取れるように毎日頑張っていきたいと思います。登録番号4947のマニアナツミです。まずは B1 昇格を目指して毎日日々一掃していき、女子のトップである女子王座を取れるように精一杯頑張っていきます。これから応援よろしくお願いします。